い、なんだこの点は。お前だって大きくなったら職業について結婚するんだぞ。お前の子供になんて言うんだ、うん、お父さんは0点ばっかり取ってましたって言うつもりか。ノービー、聞いてるのか。ねえ、大きくなったら何になる？私、看護師さん。私はお嫁さん。誰の？ねえねえ。もうそんなのわからないわよ。僕は結婚するんならアイドルの丸井マリちゃんみたいな子がいいな。どうしたのさ、ジャイアン。うちの母ちゃんがさ、お嫁さんもらうんだったらタンスが持てるくらい頑丈な子にしろって。笑うな。うわ、待ってよ、その前に結婚できるかどうかもわからないだろ。まあ、それもそうだな。俺が結婚できないってのか。じゃあお前はどうなんだ。僕はちゃんと結婚できるよ。のび太が結婚。0点ばっかりのお前が結婚できるわけねえだろ。早いものね。ついこないだ幼稚園に入ったと思ってたら、あっという間に小学生。あとわずかで中学生。そしたらすぐ高校、大学。入れればだけどね。あ、これパパとママの結婚写真。あ、懐かしいわね。どうしたの？のび太にはお嫁さんが来るのかしら。ただいま。おかえり。どうしたのかしら。なるほどね。もしもだよ、もしも僕だけ結婚できなかったらどうしよう。おい、本気でそんな心配してるの？うん。そんなに気になるなら見に行ってきたら？見に行くって何を？タイムマシンで君のお嫁さんを。そんな、とてもバカ。いくら君でも余計だ。トイレの中に出ちゃった。きっと立て替えたんだろう。すっく、あれ、今度は何？トイレばっかり。僕の家が公衆トイレになってる。ここら辺も公園になっちゃってるよ。僕の家はどこだ？うわぁ、すごい、かっこいい。うわぁ、走ってる車、どれもかっこいいな。交番だ。あそこで聞いてみよう。ああ、あの辺は10年ほど前に公園になったんだよ。そうなんですか。のびさんだね。のびのび太さんはあそこだ。あのマンションに引っ越してるね。12階の68号室だ。どうも。ああ、街の様子がすっかり変わってる。すごい、こんなとこに住めるなんて、僕お金持ちになってるのかな。だといいね。おお。ここだ。ちょっと待って。やっぱり会うのはまずいよ。それもそうか。影からこっそり見たいんだ。よし、透視メガネを貸そう。どんな壁でも透かして見えるんだ。これで見えるんだね。
ても自分の家とは言ってもこっそり覗くのはやっぱりまずいよな。困ったな。じゃあ返しいます。ん、あ、いた、いたよドラえもん。僕のお嫁さんだ。私のお嫁さん。よかったね。で、どんな人？後ろ向きで見えなかった。どうした？お料理屋でかく、やだやだ、怖いよ。僕に言っても困るよ。遅いわね。どこまで行ったのかしら。やだよやだよ、なんとかしてよドラえもん。でもほら、結婚できるのは分かったんだしね、よかったじゃないね。やだ、結婚しない方がマシだ。そうだ、もう少し近くで見てみようよね。あんた、どこか近づける場所あった？どこから見たって一緒だよ。さあ捕まえた。来なさい。やだ。こら。のび太くん。ちょっと人違い。いつもいつもよくもうちのスネ太郎を泣かしてくれるわね。本当にうちののびすけはわんぱくで。うちののびすけ？ほら、あなたも謝りなさい。ふっ、よーく叱ってくださいよ。本当に申し訳ありませんでした。静香さん、あなたがしっかりしてないからよ。静香さん？まったくもう。すみません。もしかして。25年後の静香ちゃん？のびすけっていうのは僕とそっくりの顔なんだ。ってことは、つまり僕の息子だ。そのママが静香ちゃんだ。ということは、つまり、もしかして、あなたは源静香さん？何分かりきったこと言ってるの？バンザーイ！そうか、君だったのか。そうだったのか。幸せ。ママに向かって君とは何です？パパはあんなにのんびりしたおとなしい人なのに、お前はどうして機関棒なの？何すんだよ、やめて。人違いだ。ただいま。何してんの？わかった、あれがのびすけ。のびすけが二人？お前誰だ？何をしてるんだ？のびすけ、あんまり乱暴しちゃいかんぞ。勉強はちゃんとやってるかね？ママ、こいつ宇宙人だよ。僕に化けてこの宇宙乗っ取る気なんだ。こら、パパに向かって。何がパパだ！パパ？こら、やめろ。遅いな、のび太くん。Yeah.
んて乱暴な子だ。元気でいいじゃない。でも僕はしずかちゃんと結婚するんだ。でも未来は変わるかもしれないんだから。わかってるよ。頑張って立派な大人になってしずかちゃんと結婚する。えらい。のび太、しずかちゃんよ。うわ、お邪魔します。うわ、ねえのび太さん。お、どうしてそんなに恥ずかしがるのよ。